皆さんこんにちは。三鷹市都市交通課の渡辺です。今回の企画は、毎月1日恒例交通クイズ。早速問題に行きます。こちらの補助標識の意味は何でしょうか？それではお考えください。はい、こちらは終わりの補助標識です。交通規制の効力はここまでという意味です。このように標識の上についているのを見たことがあっても意味を知らないという方も多いと思いますので、この機会にぜひ覚えてください。ちなみに終わりの補助標識はこの3種類があります。ひらがなのものと矢印のものはご存知の方も多いと思いますが、こちらの標識は意外と知られていないと思います。矢印のものは左向きが規制の終わり、右向きが規制の始まりを表していますので、間違えないように注意してください。はい、正解できたでしょうか？正解できた方は高評価、間違えた方はチャンネル登録をして引き続き一緒に勉強しましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。